暑い。ということで、どうもこんにちは、サルウィンです。暑いめちゃくちゃ暑くないですか。もう7月頭なんだけど、まあ夏ですよね。暑いっすわ暑すぎて溶けちゃいそうだね。いやすいません、なんかね、いきなりちょっとネガティブっぽい感じで始まっちゃったんですけど、いやほんとね、なんかなんかだるいというか、あれだよねってそんなこと言ってないでね、まあ、始めたいと思うんですけど、とりあえずタイトルコールしますか。探した視点を雑談動画。てか本当に雑談動画なんですけど、いやまあちょろっと何点かお話ししたいこともあって、まあ動画を撮ってたりとかするんですけれども、まあそうですね、何から行こうかなと思いつつ、まあここの画面なのでいきなり行きますと、ババーン、こちら銀貨が、完走します。はい、まあ一応ね、連動キャンペーンっていうやつがありまして、あおっと失礼、ブファーなったけど、それで一応ね、なんやっけ、まあそのオーバーフローしてても大丈夫ですよみたいのがあったんで、それの確認をするっていう目的があったようでなかったんですけど、実はもともと銀貨が常に溢れてて、ちょこちょこね、あの王道ちゃんとかと交換するガチャをやってたんですけど、それでもやっぱり新規カードの方が絶対欲しいというね、個人的なものもありまして、あまりね、散歩系武将の交換をしてなかったわけですね。はい、というわけで、金貨も銀貨も銅貨もそろそろやばくなってきたというのがありまして、まあ、それで、まあ、例のあのね、連動で、まあ、多分、エニシももらえたっぽいですね。50じゃない、30か、30もらえたのかな。うん、うん、これでまた挑戦が交換できるね、やったねっていうね、まあ、トービンとかも交換したいんですけど、ね、まあまあまあ、その辺はうまいこと調整していこうかなと、まあ、超高豪とかもね、欲しいといえば欲しいですね。はい、あとは、まあ、こっちの金貨はね、多分全部挑戦のガチャに使おうかなと。ね、あと、まあ、これだけで10枚ね、SR 挑戦、SR 挑戦っていうか、散歩系イラストの挑戦10枚交換できますからね、イエーイって感じなんですけど、はい。まあ、そんな感じでね、一応このオーバーフローしても大丈夫と。まあ、逆に、多分こっから新たに銀貨を、得た場合どうなるのかっていう検証もついでにしちゃおうかななんて思ってるんですけど、まあ、絶対多分消えていくだけだろうなと思うんですけどね、まあ、ぶっちゃけあんまり悔いはないというかあれなんで、まあ、散歩系の方でね、星4引いたらちょっと見てみようかなとか思うんで、まあその時にもしかしたらまた動画を上げるかもわかりません。 でこれがまず1点目ですね。はい、2点目なんですが、まあ、これは言わなくてもいいかなとか思うんですけど、一応言っておきますと、若干動画投稿のペースが最近よろしくないというかね、ちょっと出遅れがちな感じがするのは、おねむなんです。というかね、やっぱ夜勤してて、ね、そうするとね、寝るのが、やっぱ昼とかね、まあ日中になることが多いんですけど、まあ早いと朝方寝れることもあるんですけど、もうね、日中が暑すぎて、ね、私の部屋は、実質だとね、エアコンないですし、まあ、一応ね、隣の部屋とつなげてエアコンを入れたりもするんですけど、全く効果がないので、ね、というわけで寝れないんですよね、日中。まあね、ちょっとね、おしゃれな感じで満喫とか行って寝るっていうのもできるんですけど、それでもやっぱ自分のね、やっぱね、部屋のベッドで寝るのが一番だったりするんですよね。てか、本当なんかね、なんか補正でもあるのか分からんすけど、全然疲れが取れるのが違うんですよね。いや、結局ね、リビングとかに置いてあるソファーベッドとかで寝ても、全然疲れ取れないっていうか、むしろ起きたら大体体調悪いっていうね。別にエアコンかけっぱで寝てたりとかじゃなくても、普通になんか寝てて、起きてもすんげえ体調悪いんですよね。なんかソファーベッドで寝ると。なんでやろって感じなんですけど。ぶっちゃけ床で雑魚寝してるのと多分変わんないレベル。いや、でもね、そんな、ねえ、しょぼいっていうか、変な感じじゃなくて、普通に割とそこそこ、ふかふかとまでは言わないけど、別に全然寝れる柔らかさのベッドなんですけどね。わからない。何かあるのかなーとか思いつつね。
怖いな怖いなとかっていう、あ、まあそう、怖いな怖いなって思い出したんですけど、そろそろね、夏になるんで、しょうもない農業企画も企画っていうか、しょうもない動画を多分何個か上げるかもしれないんで、それもよかったら見てください。本当はね、サブチャンネルっていうかね、そっちとかで上げる予定だったんですけど、まあいろいろとね事情もありまして、多分メインの方で上げると思います。っていうか最近サブチャンネルが失礼、自分でも見てすらいないんだけどまあまあちょっとね、またいろいろとやっていきたいなと思っているところなんですよね。っていうか本当ね、いろいろやりたいことがあるんですが全然回らないですね。ね、プレイの方もがっつりやりたいなと思いつつ、いやーもうヘロヘロだったりとかね、えっていうか本当ね、仕事を考え直さないとダメかなとか思ってるとこもありますね。ぶっちゃけね、まあ私ちょっと今ね、持病っていうかね、ちょっとした病と戦ってるんですけど、まあそれのせいもありで、ちょっとまあいろいろとね、仕事をね、まあ今深夜でね、まったりでもないけど、まあまったりかな、そこそこまったりやってますけど、まあ言うて肉体労働だからまったりじゃない気もするけれど、まあちょっとね、クソみたいなブラックの職場にいるんで、ちょっとね、そろそろ普通に日中働ける仕事も探そうかなと思いつつ、何かね、でもな何かないかなと、なるべくね、ストレスがたまらん仕事をやりたいんですけどね。まあね、でも肉体労働でもね、ストレス溜まるとこは溜まるんですよね。どうしてもね、ゲフンゲフンな、いや、まあいろいろあるんですけど、まあそんな愚痴ってもしゃあないんで言わないんですけど、いやどうしようかなみたいな話もありつつ、だからまあそんなね、まあそうそうね、なんか長くなっちゃいましたけど、まあそんなね、感じで爆睡しまくって、そうだからそう、なんと、ちょっと結局、ブレ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 したか回らない。ね、まあ結局、妖怪になると全然メインの話してなかったんだけど、結局、そう、ね、寝れなくて、で、日中、まあちょっと寝てるんですけど、やっぱりちょっとね、椅子で寝落ちしたりとかしても全然疲れ取れないし、で、昨日とかもね、10時間以上寝たかな、寝たんですけど、その後起きて動画撮ろうかなとか思いつつ、とりあえず起きて飯食って、したらもうなんか眠くなっちゃってね、俺10時間寝たばっかやんとか思ったんですけど、その後また普通に寝ちゃって、起きたらね、またね、朝になっててって感じのレベルで、まあ朝に、朝っていうかね、深夜に起きて朝になってたみたいな感じでね、なんだこれみたいな。で、そこから目覚めてどうしようかな思ってたら、またちょっと動画でも撮ろうかと思いつつ、でも朝だからはね、親フラもあるかな思って、まあ実際の上動画撮ってたら親フラで動画撮って、まあ、切っちゃってみたいな感じになって、で手持ち無沙汰になって、まあ別にいろいろやることもあるんですが、またなんか眠気に誘われて寝てしまい、で部屋の暑さに起きて起こされびっくりって感じで、みたいなね感じでやってると、全然動画撮ったりってか動画投稿もしようと思いつつ、なんかこう寝てたりとか、あと多分なんかこう動画をね、他のね、まあいろんな方の動画とか見たりとかしてる間にこう、って寝落ちしちゃったりとかしたりとかで、もう訳がわからないよって感じなんですよね。いかんいかんと思いつつ、気を引き締めていきたいという所存でありますっていう感じです。はい、まあ緊急報告的なやつですね。で、3つ目、3つ目はですね、そう、これもメインにしたかったんですけど、そろそろね、私ね、毎日のように楽しみの一環として解任カードをね、10枚ずつ出しているのですが、私、まあ、カード整理が大好きなので、古文あんこから中心に、まあ、レアも含めてですけど、ちょこちょこ出しております。で、何枚かね、揃ってるのはなるべく後に出そうと思いつつ、あ、気づいたら混ざってたって感じでちょこちょこ出してたりとかするんですけど、やっぱでも揃ってるカードは人気ですね。なんかすぐ、割とすぐに、投与していただけたりとかね。あとね、そう、やらないといけないなと思ってるんですけど、っていうか結構難しいのよ、考えたら。リサボに結構私だから、リサボをね、マイテンポ、マイホの、リサボを充実させる、リサボってちょっとまずいかな。まあ、在野武将兵舎かな。を充実させるために、まあ、いろいろとね、ね、結構、特にだから、なるべく投与されにくいとこ、あえて入れたりとかしてたりもするんですけれど、まあまあ、ズバズバとね、入れているんですけど、そこから逆に、投与されたカード、多分ネットとかで、やっぱツイッターとかでから投与していただいてるカードも多いと思うんで、そこからだとリサボに突っ込んだままのやつって回収しないと、誰かがね、
拾った時に、読んだこれ投与されてんじゃねえか、ざけんじゃねえよみたいになっちゃうから、なるべく抜きたいなと思いつつID 控えてねっていうナンバー、このねナンバー控えてなかったから、あーみたいな。一応前の動画とか見返せば多少回収できるかなと思うんですけど、うん、自分がいざ入れたやつってもうわかんねえなっていうね見た目じゃわかんねえっていう、うん。最初の頃はね、ある程度自分が投げた10枚って固まってたりとかするし、私勢力ごとに切ってたから、だいたいあのね、しかもうちのリサボっていうか、まあね、財務招聘者って、誰かが有志でやってくれてるのかわかんないんですけど、勢力ごとになってるんですよ。勢力ごとになんか突っ込まれてるもんだから、まあ私もだからその入れるときに勢力ごとになってるからそこに新たに入れたりしてるんですけど、最初は固まってたからよかったんですけど、もう最近ちょこちょこ見るともうバラバラで、自分が入れたやつとかももう正直見分けつかなくなっちゃったから、あ、これもうわかんねえなみたいになっちゃって、どうしようかなっていう感じなんで、なるべく回収したいなと思いつつ、ちょっと回収しきれないかなっていうことをちょっとお先にねしておきます。ごめんなさい、誰か拾ったときに投与できなかったらごめんなさいってことで、うん。んで、一応ですね、はい、もう13ページですよ。すごくないですか ?13 ページ、1枚が多分、1枚というか1ページが多分10枚 ?5、6、7、8、9、そうですね。130枚。130枚ですよ。すごくないですか。もう130枚私のカードたちが、まあもうむしろ投与されてるカードもそこそこあるんで、実はね。割とね、コモワンコでもね、多分、本当だから私一応無限回収の方向けみたいな感じで発信してるんで、本当ね、結構、本当ドバッとね、なんかね、その固まったところをね回収してもらったりもしていただきましてね。ね、というわけで一応ねこれをさすがに1枚1枚消化していくとねえらい時間かかるんで、ペペッとこう流していくんで、まあ、もし欲しいカードがあったらぜひ投与していただけたら幸いですよってことで、てかむしろ今の話くっちゃべりながらこうやってスライドしててよかった、失敗した、うんですね。というわけで、まあ、ババッとババッとね、流していきますせいってことで。はい、こんな感じです。まあ、群雄は多分ね、本当に集めてる方以外はね、あんまり興味ないっぽいんですよね、残念ながら。まあ、そりゃそうかって話なんですけど。多分ね、ちなみにもう揃ってるところは、今んところ多分ないですね。もう全部回収されてしまいましたので、揃ってないところが、まあ、ズバーと並べられている感じですが、まあ、別にね、実用性で言えばね、揃ってないところでも武将によっては噛み合うところは多々あると思うので、まあ、これが、これやって思ったカードがあったら持ってってください。はい。じゃあ、この旅網とかもね、勝つ兵とかだけどね、まあ、大体みんなね、勝つなしが欲しいって言うけどね、中途半端に勝つ入っててもしゃあないからね、ぶっちゃけね、うん、まあ、その1秒がっていう試合もあるかもしれんけど、ねっていう、うん、まあ、こんな感じでございます、まあ、ズバズバとね、はい、まあ、そんなにゆっくりは表示しないんで、本当にじっくり見たい方は止めながら見ていただけたら幸いですっていう感じですかね。うん、結構ね、まあ、てかレアもそんなに出してないからね。そう、このもうコーチに至ってはバラバラのコーチだからね、完全に、まあ、赤は入ってないけど信号機ですね、これもね、ある意味ね。まあ、とりあえずね、まあ、カード整理がしたいと。やっぱもうね、結構ね、ストレージとか、デッキケースとかに、一応勢力ごととかに分けて入れてるんですけど、まあ、溢れちゃってね、さすがに入れきれなかったりとかするんで、ちょっとお片付けしようかなってことで、あとはまあ、他の誰かのお役に立ってばってことでね、ばらまいているわけです。なのです。チョロマツとかいっぱいいますからね、チョロマツとかビジクとかね、こう集めていらっしゃる方がいれば、喜んで回収してください。喜んでっておかしいけど、うん、ぜひぜひ。まあ、コモアンコはね、投与安いですからね、まあまあ、よければって感じですけど。うん、まあ、この辺もね、まあ、どっかで。本当に一枚一枚ね、多分これってあれだよね、裏面とか出るよね、確か、ベーンって、あ、出ないか、出ないな出なかった、なんでもないです、出ないならいいか、あ、終わっちゃった、アホやって、すいません、途中でごめんなさい。ここか、あれ、なんかページ変わってね、
もう一個か。ここだね。うん。で、下から見てたはずやから、てか、なんかこういう感じだね。はい。ねえ、あ、そういえば、アホといえばね、アホガールがアニメ始まりましたね。割と好きなんで、ちょこっと見てます。まあ、CV も豪華でなかなかいい感じになってるんでね、よかったら見てみてください。まあ、本当にアホやなって感じなんですけど。でも、アホって、まあ別にね、そんなけなす言葉でもないんでね、バカとかと違ってね、いいんじゃないかなっていう。愛嬌がある感じだよね、どっちかっていうとね。で、まあ、特に本当、めぼしいとこは正直、まあ、あまりないと思いますけどね。まあまあまあ、本当だから無限回収の傾けみたいな感じになっておりますけれど、本当よかったら、ペットを持っていってください。本当、こっからでもね。できればね、やっぱそう、期限もね、そうやね、もうあと2週間ちょいか、そう考えると、ね、そうだね、そういう意味では、割と早めに回収していただきたいかな、なんて思うとこもありますわな。ですね、できれば、そうですね、まあ、本当に消えてしまう前に、まあ、カード自体はね、存在は消えるわけじゃないんだけど、で、もうゲームで使えなくなっちゃうわけだからね、そう考えるとちょっと切ないですが。というわけでよろしくお願いします。でですね、これが3点目って言ったっけかなもう記憶が。というわけでね、次が4点目なんですが、4点目はですね、戦友対戦に関するお話なんですよね。ちょっともうえらい時間になってきたね、動画も時間もね。そうなんですよ、戦友対戦のお話なんですけれども、ですね、私ね、一応前の雑談動画とかでもちょっとお話ししたんですけれど、まあですね、イベントっていうかね、まあ、その7月中にちょっとね、2つほどイベントをやりたいなぁなんて話をしてたんですけれど、今日がですね、7月12日。もう中旬近くになってしまっておりまして、そんなにキンキンでイベントをぶっ込んでええものかという状況になってまいりまして、どうしようかなと、ちょっとね、悩んでいるところなんですよね、実を言うとね。はい。というわけでですね、イベントとりあえず少なくとも1個は確実にやるんですけど、2個目はちょっと厳しそうなので、まあ、もしかしたら2個目、すっごいしょうもないやつをやる可能性はあるんですけど、ちょっと7月中は、1回は、ちょっとしたっていうか、まあ、個人的なメインイベントを1つやりたいなと思うんですけれど、あ、これじゃ違うか。これだと戻っちゃうな。そうなんですよね。なので、ちょっと、はい。ね。2個目そう、2つ目のイベントはちょっとね、怪しいので、はい。申し訳ないんですけど、1つのイベントに多分集約させていただこうかなと。開催期間で見てもちょっと間空いちゃってるしね、これもね。7月一応ね、中旬以降に1個やります。いや、予定としては前もちょっとお話ししたんですけど、ちょっと大流星をね、はい。大流星のイベントやらせていただこうかなと。はい。そんな感じで考えております。まあ、ちょっとね、条件付きのやつにしようとは思ってます。まあ、ぜひね、このタレ君氏とかにもね、参加していただきたいですね。一応ね、大流星対決やりましょうって話もしてましたからね。はい。そんな感じでございます。ってわけで、ぼちぼち多分、ページ作って、あ、そうだ、あとね、これね、そう、この辺ね、登園のね、いろいろ使おうと思ってたのに全然やれてないですね。なんかこの投稿とかもいろいろあって、トレートとかもそうですし、割とね、そう、掲示板もそうだし、全くうまく活かしてないんで、この辺ももうちょっと上手に使っていけたらなと思いつつ、頑張っていきたいと思います。で、ちなみに、もう一個やる予定のイベントは、本当に、多分参加者いねえんじゃねえかっていうぐらい、ちょっと土地狂ったイベントやろうと思ってるんで、まあ多分間違いなく平日だったから、まあ言うて多分前も言ったんですけど、あんまり人がいない時間とかの方が私、マイホのね、空いてる時間っていうか、まあある意味一番空いてるの多分、
もっと朝一とかなんだけど、朝一はさすがに本当に人集まらないの分かってるんで、まあ一応ね、人がある程度参加できそうで、マイホーがそこそこ空いてそうな時間っていうか、言うてマイホーの状況も私正直あんま把握できてないんですけど、人が本当に一番にぎわってる時間とかも実は把握できてないですけど、でもまあ土日が多分全然人いるなっていう印象がやっぱあって、なのでどうしても土日以外が個人的には専用対戦やりやすいなと思ってるんで、多分平日にまた開催するとは思うんですけど、なので一応7月にやる予定の2つのイベントは平日開催予定なので、一応まあそこでまあうまく調整していただけたらなと思います。はい、まあ、2個目は本当にどうでもいいんで、1人でも参加してくれたら嬉しいかな。1人だと、私1人だと寂しいから、誰か1人でも来てくれたらいいなと思ってます。はい。ほんとしょうもないやつやろうと思ってるんで、いいのかなみたいな感じなんですけどね。まあ、逆にちょっとやってみたいっていうのもあるんで、はい、そんな感じです。ある意味こっちの方が期待されてるような気もするな、こんな言い方しちゃうと。いやいやいや。なあ、1個は大流星やるんで、できれば大子ちゃんを集めておいていただけると嬉しいです。私は残念ながら提供できるほど持ってないというか、1枚しか持ってないんでごめんなさい。できないんですけど、まあ今だったらトレード2かあれですよね。まあ解任とか在野投与のあれもあるんで、まあありかし、ただ大子ちゃんって、引いちゃった人以外はちょっとあれかもしれないですよね。私みたいに率先して演技使って取りに行くような人ってあんま少ないと思うんで、ちょっとあれなんですけど、まあまあその辺はってことで、はい。つうわけで、そんな感じですかね。とりあえずそんな感じでございます。です。はい。あとは特にないかなと思います。というわけで、じゃあまたね、何か決まり次第、雑談動画というかまた何か上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ多分今年いっぱい中にはなんとか新しい PC も買いたいんですけど、したらね、ちょっと多分さすがに無編集動画ばっかじゃなくなって、そこそこ編集する動画が上がると思うんですけど、まあ言うて私本当編集する時間あったらいっぱい動画撮っていっぱい上げたいなとか思ってる人なんですけど、それでもまあある程度ね、視覚的にも特にこういう雑談動画とかもそうだけど、ある程度字幕とかもあった方が見やすいですからね。まあ私が滑舌がめちゃくちゃ良ければ YouTube のどうしようもない字幕でも一応字幕出るんですけどね、字幕機能で。まあ絶対無理なんで、何言ってんだこいつみたいになっちゃうからね、あの字幕は。はい、まあ、逆に面白いんで、あの字幕ある意味、ね、使っていただけたら嬉しいんですけど、まあ、私全然タッチしてない、本当に YouTube のただの機能なんですけど、まあそんな感じでございます。まあそうですね、今後まあまったりと動画も出していきつつ、まあ仕事もちょっといろいろ考えていこうかなと思いつつですかね。いやー、潮時なのかなと思いつつもあったり、あとそう、ちょっとね、体調面がさすがにちょっとね、もう神かまりですけど、ちょっとね、本当ね、思うところもあるんで、ね、まあ、健康診断はそこそこ平気だったんですけど、まあちょっとお腹が最近ちょっとまた出てきちゃってんで、まずいなと思ってるんですけど、まあそれぐらいです。はい。なんですけど、ちょっとね、検査とかもして、ちょっとばっかりね、まあ実際ね、あんまりいい生活してないですからね、人間的に言っちゃうとね。マジでリアルで吸血鬼みたいな仕事じゃねえや。吸血鬼みたいな仕事って何やって話なんですけど、吸血鬼みたいな生活してるんでね、ちょっとね、どうかなと。まあ、言うて血は飲んでませんけどね。なんですけれど、まあ、ちょっと考えていきたいかなと。もうなんかね、できれば近場でね、まったりできてストレスがたまらん仕事があれば一番いいんですけどね、なかなかないんですよね、そういうのはね。なかなかね、ないですが、ちょっと考えていきたいかなと思う次第です。はい、まあ、そんな話は置いといて、じゃあ今回この辺にしましょう。ほんじゃあまた、戦友大戦の内容が決まったりとか、またなんかいい、なんかね、面白い話とか、なんか新情報があったら、お届けしたいと思います。というわけでお疲れ様でした。バイバイです。